はい、ミシンチャンネルのミシンです。というわけで、ちょっと間が空いてしまいましたが、第17話、最終回ですね。つむぎさんルートやっていきたいと思います。いやちょっとねちょっと私生活の方が、私生活というか、まあ仕事の方がね、忙しかったもので、ちょっとやる時間があまり取れていませんでしたが、まあ、前回までで、まあ、一通りのね、それまでのなんかこう問題とか、まあ、あの小よりからのちょっとギスギスな感じも少しは落ち着いたのかなという感じになったかなと思っております。で、今回は最終話ということで、まあちょっとなんか次回予告的にはちょっと不穏な部分もありましたが、これが一体どんなラストを迎えるのか楽しみにしつつ、最後までやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。この街に来る前、俺はこんな幸せな時間が待ってるなんて思ってもいなかった。アイムと一緒にここに来て心から良かったと思える。気のいい仲間、楽しくも心地よい環境、そして隣にいてくれる大好きな人。だから今の俺の願いは、第17話、指切り幻満。何を約束するのかな。ふぅ、だいぶはかどったな。うず高く積もった雪、それとは反対に綺麗に覗かれて地表の見える庭。早朝からの雪かきの成果に俺は満足の吐息をつく。吐く息が白い冬、白の季節。山彦町の冬は都会と違って雪と付き合っていかなくちゃいけない季節だった。ありがとう、カズマ君。おかげで助かったよ。いえ、礼はいい子なしですよ。よろず屋のバイトの身ですから、手伝うのは当然です。そうかい、言うことが立派になったね。最初の頃の寝ぼすけとは大違いだ。それもいい子なしです。この仕事始めたおかげで体質改善できたんですから。はははは、冗談だよ。まあ早寝早起きが身についたんならよかったじゃないか。畑村さんや姉さんのおかげですよ。いやいや、何より君自身の努力によるところさ。こっちこそ日頃カズマ君のおかげで助かってるよ。どうだい、このままうちの正社員になってみるのは。え、本当ですか。正社員、その言葉は今の俺にとっては不安と希望が入り混じった印象を持っていた。なんて、私が言うことじゃないかな。カズマ君は都会の人なんだし、何事もじっくり考えないとね。おや、そういえばカズマ君、時間は大丈夫かい。そろそろ学校に行く時間じゃ。え、あ、本当だ、やべ。時刻はもうすぐ8時になろうとしている。雪かきに夢中で全然忘れていた。それじゃあ畑村さん、あとお任せしても大丈夫ですか。ああもちろん、気をつけて行っておいで。はい、行ってきます。畑村さんに別れを告げ、俺はその場を後にした。ちゃんと学校行く前の朝でもそのバイトの手伝いちゃんとしとんやね。あちゃー、歩は先行っちまったか。最近は紬さんとの間に気を使ってか、歩は一人で先に行くことが多くなっているようだ。あいつはあいつで付属校の友達がいっぱいいるっぽいから心配してないけど、だけど声くらいかけてくれてもいいのにな。案外外で雪かきしてるのを気づかなかったのかもしれない。カズマさん、こっちよ。あ、紬さん。田んぼの隅に待っている人影を見つけ走り寄る。つむぎさんは笑顔で迎えてくれた。すいません、遅れちゃって。てっきりもう先に行っちゃったかと。まったく、その通りよ。つむぎ先輩をこんな寒空の下で待たせるなんて最低ね。カズくん、相変わらずお寝坊さんなんだね。ひなた、うい、お前らなんでここに。
あと出遅れたのは寝坊のせいじゃないぞ、断じて。まあ信用って言葉が突き刺さるな。私が待ってるのを見つけて付き合ってくれたのよ、二人とも。まあ野暮かとも思ったんだけど、待ちぼうけしてる紬先輩を見てたらどうもね。でもそんなに待っていたわけじゃないから安心していいよ。そうだったのか、悪かったな二人とも。謝るなら紬先輩の方に謝ったら。う、すいません紬さん、ついうっかりしてて。いいのよ、よろずやの雪かきしてくれてたんでしょ。え、知ってたんですか。ううん、カズマさん最近寝坊はなくなったから、ならよろずやのお手伝いしてるのかなって。なるほど、どうやらまた引っかかったらしい。本当は私も手伝わなきゃいけないところなのに、カズマさんばかりに任せてしまって。だから謝らなきゃいけないのは私の方。そんな、いいんですよ、雪かきしてるのは俺だけじゃないし、それに紬さんの分までって思ってるから。カズマさんありがとう。わあ、二人とも熱いね。ほんと、おかげで一緒に待った自分がバカらしくなってきたわよ。そう言うなって、お詫びに缶コーヒーの一本くらいおごってやるからさ。へえ、キモいじゃない。これでも稼いでるからな。あ、私肉まんがいいな。オーケー、だったらコンビニに寄っていこうぜ。みんな寄るのはいいけど、あんまり時間ないんだから急がなきゃダメよ。はーい。つむぎさんは相変わらず引率の先生みたいだった。ウェイが美味しそうに肉まんを頬張る。その横で俺たちは缶コーヒーの蓋を開けた。温かい微糖の甘みが口の中に広がっていく。ありがとう星野、最近あんたいい感じになってきたじゃない。たく、元気なやつだな。あんた紬先輩に感謝しなさいよ、先輩があんたの男を磨いてくれてるんだから。それはそうかもしれないが、お前に言われるとムカつくぞ。でも私も良かったのかしら、缶コーヒーをおごってもらって。もちろんですよ、紬さんのためなら缶コーヒーの10本や20本へでもないっす。さすがにそこまでは遠慮しておくわね。たく、褒めた矢先にこれなんだから。そういえばカズくん、朝から雪かきしてたんだよね。もうすっかりやらずよの従業員さんだね。お、そう言ってもらえると嬉しいぜ。これでも夏からずっと頑張ってたからな。成績も落とさないよ、試験勉強してるものね。そりゃもうおかげさまで先日は助かりました。近くに迫った期末試験に備えて、紬さんにはこの間の休日マンツーマンで勉強を教えてもらったのだ。羨ましいな、紬ちゃんが家庭教師なんて。ちょっとウイ、それって私じゃ不満ってこと。そういうわけじゃないよ。日向は教え方スパルタだもんな。あんたも調教してあげましょうか。教育してください。調教はやめてください。いえ、遠慮しておきます。もし期末でいい結果が出なかったら、その時は臨時講師に登場願うのもいいかもしれないわね。そんな、俺紬さんがいいです。あらあら。仕方ないわね、カズマさんは。羨ましそうに見ないの、ウイ。ウイ、一緒にやるか。でもカズくん、もうなんだか完全に山彦町の人みたいだよね。また強引に話そらしたな。と思いつつ相槌は打ってやる。そうだな、さっきも畑村さんにこのままよろずように就職したらどうかって言われたし。ああ、畑村さんってのは従業員のベテランな。それで星野はなんて答えたの。いや別に、そこまで本気じゃなかったっぽいし、すぐやむやになって話は終わっちゃったけど。まあでもまあ悪い気はしなかったな、それだけ認められてるってことだし。それじゃあカズくんは卒業しても紬ちゃんとずっと一緒にいられるね。ああそうだな、そうなるといいな。それがカズマさんの本当にやりたいことならいいのだけど。
え、紬さん？ううん、なんでもないの。さあ、学校に急ぎましょう。ん？少し早歩きになった紬さんの背中に俺は首をかしげた。おはようっす。うーん、す兄弟、一話ぶりだぜ。確かに前回いなかったな、お前。焼き芋の時くらいいてもよかったのに。何の話だ？こっちは丸々1話出番なかったからな、羨ましいぜ兄弟。だから何の話だ？それより相変わらずいい思いしてるみたいだな。窓から見てたぜお前の投稿風景。つむぎさんと一緒って話か。あ、別にそれだったら今朝はウイやひなたもハーレムルートと聞いて産業で頼む。違う。なんだと星野。東堂先輩という彼女がいながら、お前は。ああ、待て待て西、だから違うって。憎しみで人が殺せたらいいのに。こら静かにしろ西、出席を取るぞ日直。助かった。南国原先生の登場でひとまず場が収まった。つむぎさんの人気は本当に高かったらしく、未だにこうしたやっかみが続いていた。でもそういや、ちょっと前から小百合はあんまり騒がなくなったんだよな。一時期はそれが使命かのように俺とつむぎさんの仲を妨害したものだったが、なんで最近は邪魔しなくなったんだろう。考えても心当たりはない。諦めたか、それとも俺たちの仲を認めてくれたと考えるのは楽観的だろうか。星野、どうした星野。ああ、はい、我に帰り天候に答える。大声を出したせいか直前の考え事はどうでもよくなってしまった。まあサイドストーリーを見てるからわかるけど、まあ少し認めてくれたんだろうね、やっぱり。まあいいか、害がないなら深く考えなくても。下手に突っついたらヤブヘビになりかねないしな。